どうです、冴島さん、いいでしょ今夜くらい。そうやな。そうなの、やるの。またおもろい妄想させてもらうかな。それじゃ行きますよ。マジか、やるのかよ。いや、まあ最後の夜だからな、もう日村とも。シャバで会うことはないのかな。まだ数年あるみたいなこと言ってたもんね。いやー、また死年体になってる。本当にやるのかよこれ。ここでやっとストーリー動いて、こう冴島外に出るみたいな流れになったのに、またこれやんの。2回目ともなると想像もスムーズやな。慣れてんじゃねえよ。何がスムーズやなだよ。さすが親分、いい感じっすよ。で、今日はどんな話聞かせてくれるんや。そうっすね、俺が元デカだってバレたことだし、俺が追ってたある事件についてお話しましょうか。ほう。あ、でもそれはなんか今後の冴島にとって重要だったりするかな。追ってたある事件。無所の中でデカごっこが。変な話やが、まあ気分転換にはなるやろ。じゃあまた格好変えるか。髪伸ばすな。髪伸ばす必要はないだろう。服装はともかく。よっしゃ、デカの真似事する格好ちゃうけどな。じゃあまずはラベンダー通りのバーアンビシャスに向かいましょう。物語がそこから始まるのです。のですじゃねえよ。ラベンダー通りって前も言ったよな、キャバクラの近くだよな。好きだなこの辺。ん、おおおお、かぐやちゃんじゃん。前回の妄想世界でも登場した。あ、冴島さん遅いですよ。あ、もうすでに知り合いの体なんだ。おい、事件の話ちゃうんか。本当だよ。何してんだこいつ。まあまあ、この日俺が愛しのかぐやちゃんとアフターだったんです。で、二人がアンビシャス店内へと向かいます。この話いるか。さすがになんかストーリーに関係ある感じであってほしいな。元デカの日村の情報。あ、ダーツガール、ビリヤードも。冴島さん、勝負しましょうよ。私結構やるんですよ。A で、A のか。A のか、本当に。やるんだ。じゃあ、どっちをやるかな。ダーツの方が勝ちやすいかな。勝ちやすいで考えちゃってるけど。勝つ気満々だから。ダーツで勝負や。言っとくが手加減せえへんで。じゃあ、始めましょう。ね、9ボールとかだったら9入っちゃったら終わりだもんね。サクッと割るやつがいいな。クリケットだと長いから、01で300が一番早いか。はい。点数を0にしたら勝ちのゲームですね。まあ、こんなん別にカットでいいと思うけど。よし。始めようか。初めて見るな、ダーツする冴島。ああ、ダーツライブだ。ダーツライブがセガのグループ会社だからね。しっかり再現してますけど、20狙っちゃおうかな。ブルの方が狙いやすくはあるんだけど。はい。ああ、やっぱこのダーツじゃそんなに精度高くないか。なんか矢を選べそうな感じだったもんな、使う矢を。やっぱり初期装備だとブレるんだな。よっしゃー、入った一本。なんでこの人店の衣装のままなの。決めちゃいますよ。寒いだろ。え、かぐやちゃんもそこ狙うの。普通そっち狙わないんだけどな、あんまり。よっぽど上手い人だぞ。まあ見ての通りね、ブルの方が広いからな、エリアは。シャー、ナイストーン。ナイトン。ナイトン。言ってくれんだな、ちゃんと。ナイトン。どっちもゼロにならんかった。しょっぱい勝負。
どっちもゼロにならずに時間切れになった場合はゼロに近い方が勝ちなので勝ちましたね全然勝った騎士で、佐島さん意外と強いんですね。煽られてんのか、びっくり。まあ、ダーツなんて初めてでしょ佐島は意外ってなんやねんと、かぐやちゃんとのアフターをエンジョイする佐島さん、元い当時の俺。いきなり出んなよ、驚くだよ。しかし現実のあの部屋でどういうやり取りしてんだよこいつら。しかしこの日の目的は別のところにあったのです。あ、やっと事件の話か。どういうことや。カウンターチラッと見てください。ん、なんだ、帽子取れよ飲むときは誰、道警がマークしてるチャイニーズマフィアス。ほう、今晩連中の武器の取引があるって垂れ込みがありまして、この店地元組織の、あ、北方組。まさか日村の方から名前が出るとはな。さっきの話日村たちには話してないもんな。組の息がかかってるんですけどね、よその島で武器の商談なんて大胆つうかなんつうか。まあそんなわけでカップルを装って連中の監視が本当の目的ってわけです。ちゃんと仕事してたんだな、これは本当かな。ほんまかいな、普通相手役は不敬やろ。リアリティがないと相手は欺けないでしょ。そうこうしてるうちにマフィアが店を出たので俺もその後を追うわけです。遊び半分だったろこれはどうしたの佐島さん。ああ、なんでもあらへん、時間も遅いし今日はそうそう帰ろうか。そうですね。うん、あのチャイニーズマフィアをこっから追うのか、かぐやちゃんと別れて。じゃあね佐島さん、またお店で。ああ、またな。現実でどうやってどんな顔してかぐやちゃんに会えばいいんだよ。多分いるんだろうけど、店行ったら。かぐやちゃんを見送った俺が連中の追跡を開始します。ああ、でもこれ妄想なんで、佐島さんが行きたいとこあれば寄り道 OK ですよ。自由度の高い妄想だなまあ妄想だから普通自由度高いもんか。カラカンとか近くですし、前のデートで想像もうできますでしょ。せやな。連中は中月通り東のラーメン村の方に向かいました。追うならそっちへ向かってください。わかった。え、自由にどっか遊んでもいいっつってたけど、今お金いくら持ってんの。10万。こないだは1000万湧いてたのに、なんで今日耳っちいんだよちょっと1000万くれてもいいだろ、今回も別に妄想なんだから。いや、じゃあいいけど、ラーメン村だな、行ってみようか。じゃあ、お、マフィアの後を追って十字路に差し掛かったまさにその時。あ、なんだ、え、急、いや、今の入力失敗したらどうなってたんだよ。引かれてたのか。ミスっときゃよかったかなお前妄想で危ない目に遭わせんじゃねえよ、お前が作った世界だろうが、何やってんだと。間一髪俺がかわしたのでした。でしたじゃねえよ、その口調やめろ。これが偶然なわけはない。ああ、なるほどね。さっきのやつら尾行してんのに気づかれて狙われたと。ああ、狙われてる、気づかれてると俺は直感しました。しかし俺がデカ、危険と分かっていても町の平和を守るためならこのくらいの危険臆するわけがなかったのです。収賄したくせにまさに言ってるわそれ。お前汚職で捕まったんやろ。痛いとこつくな親分、それはいいっこなし。さあ改めて連中を追いましょう。収賄の容疑で捕まったくせに、まったく。でどこ行くんよ、チャイニーズマフィア。こっちか。まあでも刑事だったのは本当だからね、本当にこういう経験したのかもな。でここか、ラーメン村。だいぶ細い道通らすね。ここか。ここにさっきのマフィアがいんのか。また妄想の世界で喧嘩させんのか。バキのリアルシャドウみたいなカマキリを具現化させて。そう、やはり尾行はとっくに気づかれていたのです。でお前はどうしたんや。この人数無理だろ日村じゃ。決まってるじゃないですか、戦ったんですよこの町を守るためによ収賄で捕まっただろ嘘くさ、まあええわ、やったろやないか。なんでそんなに付き合いいいんだよ妄想の佐江島は。いや、いいけど煽ってんじゃねえよ奥で
どうせ妄想だろ、お前も戦え。あ、よく見たらスクーターあんじゃん。こういう重いものも持ち上げられるからね、サイジマは。キリュウさんでさえ持ち上げないようなものを。まあゼロで壊し屋スタイルのキリュウさんは持ってたけど、キリュウさんでも持てないようなでかいものを持つこともできる。それが西島大河よ。なんだなんだなんだ、うわぁ、知らんヒートアクションだ。かくして俺はこの街の危機をまた一つ救ってしまったのです。はい、拍手。上司のいいこと言っとるわ。お前が元刑事やったっちゅう話、本当は前妻ちゃうんか。証拠はないからな。そんな本当ですって、この事件のことも信用ないな。案外本当かもしんないな。まあ、準備運動になったわ。準備運動、そうだな。これから本物の喧嘩をするからな、外に出て。ん、いやー楽しかったわ。今日はそろそろしまいにしようか。この妄想世界もそうだな、今日で最後かもしれないからな。うっす、終わったか。いい仲間たちだったな。犯罪者だけど。で、あ、ババちゃんも起きてるか。二人で抜け出すわけだな。世話になったな。行きましょう。ちょっとこの別れは寂しいね。お、おお、おやさんの言った通りさ、ね。お、二人ともたぬき寝入り。でもマジで寂しくなりますね。まあな。そんなことより、あとは今日移送されてきた囚人たちが動き出さなきゃいいんだがな。ま、そん時はそん時でしょ。大丈夫、きっとあの二人ならそれでも逃げ出せますって。この二人とは本当にお別れなんだろうな。シャバで会うことは少なくともこの作中ではないかもしんないね。世話になったわ本当に。で、ここ出たらグラウンドやな。そんな簡単に出れるとは思えないんだけど、なんかあるだろこれ。あ、でも意外と誰もいなかった。誰かが待ち構えてるみたいな。あるかと思ったら、あれは、あ、え、嘘だろ。あ、でも高坂ではなかったか。びっくりした、俺高坂かと思っちった。いや、これでも十分衝撃だけど、普通の刑務官でも。これは一体、あ、これも登場界の息がかかってるやつらってことなのか。逃げろ西島、逃げるんだ。お、高坂、高坂、すまない、俺の力では止められなかった。大事件やろ。だからどうにかして自力で逃げ。高坂、高坂、死んでほしくなかった。うわ、お前かよ、サイコハゲ。どこに行くつもりだ、冴島。国原、お前、てめえに逃げられちまったら、せっかく呼び寄せた兵隊たち無駄になっちまうじゃねえかよ。もっと俺らと仲良く楽しもうぜ。これ刑務所どころか警察の信用に関わる大事件でしょこんなの。マジかよこれ。優しい男。キリュウさんに続いてサエジマもこの人数やんのか。ババちゃん。はい。
あんなクズでも高坂藩は生かせちゅうやろか。言うんじゃないですかね、高坂さんなら。そうか。よう聞けや。お前らは殺さん。その代わり、この世には死ぬより辛い生き方があるちゅうことを、その体に教えたるわ。パパちゃんもやんの？生き残ったこと後悔させたる。パパちゃんはおとなしくしててもいいんだぞ。お前らが死ぬ瞬間までずっとな。うぅ、いや負けてないよな、冴島も桐生さんに。この人数やるんだから。パパちゃん大丈夫か、冴島はともかく。で、じゃあまたバッティングセンターの時みたいに、あんだよな、こういうことをして巻き込みまくるべきだよな。この戦い方面白いんだよな、これ。しゃあ、パワーラリアット。こいつのヒートアクションもうファンタジーすぎるんだよな。キリュウさんも大概だけど、キリュウさん以上に、おら、こんなに人はバウンドしないか。リングの上じゃねえんだからさ、こんな硬い地面でバウンドしてたまるかよ。じゃあもうババちゃんがどこにいるかもわかんねえな。あ、攻撃全然当たってない。くそ、やっぱりこれが一番楽かな。ババちゃん無事か。お、人間やめすぎだろこいつ。彼岸島の丸太じゃねえんだよ。やっばこの人。お前らは殺さんっつってたけど、もう死んでるやついるだろ、こんだけやってたら。何人かは息引き取ってるでしょ。落ちてる鉄パイプとか使えんのか、使えんのか。一応こういうの、お、今懐に入れられんな。そっか、もうこれから脱獄すんだもんな。鉄パイプをアイテムに入れることも可能。なんかいつの間にか傷薬すげえ持ってんな。よし、気づいたらあと一人だな。よし、南西門に急ぎで。ババちゃん、南西門ってどこ。あ、マップに出てんな、こっちか。運動場にこれ出れる？鍵開いてんの？こういう場所閉まってるでしょ大概。もうすぐそこが出口や。お手が来る前に早いとこ逃げるで。でももう一回釘原とはやるんじゃない？釘原さっき元気そうだったし。うわー、でもまだ出てきた普通の。まあさっきの人数に比べたらマシな方か。終わってなかった。来たな。なかなか頑張るじゃねえか。だがどんなに頑張ったって無駄だぜ。まだまだ新手がこっちに向かってんだからよ。まだいんの？何人いんだよ。ここを出たってあんたは逃げられないんだよ。そんなにセキュリティがばくないだろ、アバシリ。楽しもうぜ、サイジマ。遊んでやるよこの野郎。お前最後な。周りのやつ潰してからゆっくり相手してやるよ。おら、冴島の追い打ちの極みやべえんだよな。シンプルに一発殴るだけなんだけど、あの高さ。おら、傷薬みっけ。よし、遊んでやるよ釘原。あとお前だけだな。ちょっと待って。くそ、まあ投げちゃうのが一番確実かな。行くぞー、パワーラリアット。
普通これで死ぬんだけどね全身の骨はバキバキのはずなんですけど今ので。おーめよっしゃー、すごい飛び上がった。そんなありえない。これが登場界の伝説よ。この人数相手に勝つなんていやほんと負けてないわ桐生さんに。桐生さんと互角に戦える唯一の人間なんじゃないかな。なんでそこばっかり、こわこわ、同じとこばっか踏むの。後の処理は自分です。切るなり焼くなりしたら生き残る方法くらいあるやろ。うわー、そっか、ほっといたら壊死してやべえもんな、あんなの。うわー、えぐい攻撃するわ。お前は極道相手に戦争を吹っかけたんや。こんくらいの覚悟できとったはずよ。こいつはこのぐらいやられてもいいな。殺さないで。殺さへんよ、高坂藩との約束やからな。ああ。いや、高坂という人間は。いけるか、ババちゃん。なんか強烈な印象を残したね。はい、このゲームにおいて、ああいう真面目な人間が印象に残るの珍しいんだけど、やっぱり悪いやつばっか目立つから。お、爪が甘いぞ。うわ、そんなもん持ち込んでたの。え、まさかまさかまさか、お前さ、ババちゃんやめろよ。ん、あ、お、え、あれまさか刑事。ゲームガンの拳銃って旧式で使いにくいんだよな。井村刑事当たんないかと思って。かっこよすぎるだろ。いや、これババちゃんがかばって死ぬパターンかと思ったわ。日村さん、ぶっちゃけババちゃんキャラ的に用済みになっちゃうもんな。捜査一課の刑事だったんだよ俺。これで俺が月見野の武勇伝持ってたわけじゃないって信じてもらえます、西島さん。いや持ってたろ日村。それとこれは話が別だよ。副所長なら大島のおやすさんが手当てしてます。本当？どうにか一命は取り留められそうだって。お前らほんまか。ほら大島のおやすさん隠れて薬溜め込んで他の囚人に回してたりしてたでしょ。ああ、鎮痛剤もらったもんな、西島も。昔の癖なんですって。なんか若い頃は医者もかじってたみたいですよ。ほんと、いろいろ裏のある人ですよね、あの人も。よかった。早く行ってください。何分か前に俺が警察とレスキュー呼びましたから。今行かないと捕まっちゃいますよ。お前らどうするんや。決まってるじゃないですか、ここでちゃんと刑期を終えるまで服役します。別れが惜しい。一緒に行かなくていいんですか。俺らがここにいないと何があったのか証言できる人もいないっしょ。それに今脱獄してもこの雪じゃ捕まる前に遭難でもして死ぬのは目に見えてるから。日村さん、ババちゃんたちこそ気をつけて。ここから出られたとしても外の方がよっぽど危ないんだからね。この季節は2メートル近い人食いグマも出るって言うしさ。またそんな、こんな時まで話持ってそれマジで出るんじゃねえの。だから本当なんだってまあいいや、早く行って。すげえ、この刑務所編で泣くと思わんかった。ええ、俺が出所したら飯でもおごってください。いくらでもおごるわ。任せとき、めっちゃうまいホルモン焼き。登場会来てくれ。死ぬほど食わせたるわ。登場会本部に来てくれ。なんで？
カルビとかのがいいんですけど。連絡取れないから。ほら。あ、スノーモービルあるって言ってたな、高坂さん。アクセル全開で突っ切りましょう。しっかり捕まっとけ、ママちゃん。こんな薄着で12月の北海道死んじゃうけどな。凍えて死ぬ前にどっかたどり着く。これでなんかねえ、セーブしますかって出ると思ったんだけど、今暗転して普通暗転してセーブしますかのシーンでしょ。こんなのこんなことさせられんの。タックルって何、四角ボタンの何タックルって。スノーモービル乗ってて、で R2 で加速、アクセル踏むんだな。でスティックで操作ってだけ覚えとけ大丈夫か。いや、うわ、思ったよりなんかハンドルグイグイ曲がんな。え、ちょっと待って、これなんかどこ行けばいいのか分かんないんだけど、こっちで合ってる、なんとなくで進んでるよ今、行けそうな方に。これなんかぶつかったりしないよな、木とかに。うわ、怖い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 、怖い怖い怖い。ちょっと待て、こんなの風、うわー、ダメージ受けるんだ、ぶつかると。体力が尽きる前にどっかにつかないといけないんだ、ぶつかる。ちょ、ママちゃん無事か。ママちゃんは西島が風よけになってるから無事か。ん、くそ、釘原の野郎しくじりやがったな。あ、釘原の野郎、あいつらを逃がすんじゃねえぞ。これも登場界のやつらなのか、追ってか。四角ボタンでタックルとか書いてあったけど、これどういう、ほら、こうか、タックルって。ちょっと待って、これどうやって戦うんだよ。いや、タックル当たる気しねえぞ、これ。とにかく逃げ切ればいいのか。逃げ切るしかないか、こっちから攻撃仕掛けるっていうより。うーん、そうだな、タックル当たる気せんわ。ちょ、あー、ぶつかる、これは難しいぞ。うっ、あ、こういうのあんのか。あー、ぶねえ、うわ、全員散ってった。そう、これ西島寒いだろ。うえー、スノーモービルってこういうとこ走れるんですか。知らなかった、知らない価値観を教えてくれるゲーム。よっしゃー、まだ追ってきてますよ。まだいんのかよ、追って何人いんだよ、刑務所だけでもあんなんだったのに。どう、いてててててて、この世界はヤクザ力持ちすぎだろ。現実のヤクザがどんなのか知らないけど、知りたくないけど、危ねえ。うわわわわわ、どこまで行けばいいんだ。アクセル全開で突っ切りましょう。加速しろ、加速してるつもりですけど。え、慎重に行っちゃダメ、そんな加速する必要ある、風冷たいよ。うわー、この大ジャンプがあるからか。あー、抜けたっぽい。とりあえずびっくりした、予想外のことが起きすぎてる。